Let's learn Japanese from zero. This project is for people who want to master Japanese language from zero. Acquiring the language ability, what we need is not to study but to use it. Our goal is to achieve fluent Japanese speaking skills with 100 comprehensible input today. You're gonna see, you're gonna observe, you're gonna witness what our 100 hours would make. All right. We offer 15 to 20 minute sessions dedicated to one specific grammar topic with a focus on seamlessly integrating it into everyday conversation. Our goal, our program, has been documented and accessible on YouTube. So please witness today's the last 100 hours.今日もよろしくお願いします、アルマンドさん。Oh my god! 今日もよろしくお願いいたします、あずみ先生。Today! 今日、皆さんは100時間を目撃する。Today you're gonna witness this momentum moment. Oh my god! はい、今日100時間目。はい、というわけでいつも、うん、アセスメントしていますね。今日は最後にアセスメントしますよ。最後にアセスメントしますから皆さん楽しみに。 What 100 hours can make? はい、行きましょう。100回目、はい、Let's learn Japanese from zero。 今日の1つ目、単語の最後につく漢字。はい、どんな言葉を知っていますか？皆さん考えてください。じゃあどんな言葉、今日はやをしますよ。はい、何々や。はい、こんな言葉を見たことがありますか？何や。はい、はい、やを使った言葉をチャットに書いてください。どうぞ。本屋。あ、いいね。はい、じゃあ教えてください、アルマンドさん。どんな時に使うんですか、この漢字。店、はい、本を売られている店です。そうです、本を売っている店で使います。はい、うん、やは、はい、あ、モロジュンさん、ありがとう、今日も来てくれてありがとう。パン屋、いいですよ。パン屋、パンを売っている店です。こんばんは。はい、他には、はい、私も行きましょう。自転車を売っている店です。はい、他には、もちろん部屋。部屋。はい、ここは部屋です。はい、素晴らしい。何も売ってません。部屋はショップじゃないでしょ。でもこの屋という漢字にはね、屋根という意味がある。屋根、うん、はい、他には、じゃあラーメンを食べるところは、ラーメン屋。寿司を食べるところは、寿司屋。じゃあお酒を飲むところは、酒屋じゃないです、居酒屋。はい、いいですか。酒屋じゃないけど酒プラスいる。はい、そこにいて酒を飲むんです。居酒屋。はい、居酒屋、いいですね。はい、その意味ですか。そうですよ、居酒屋、はい、そこで酒を飲むんで買うんじゃないですね。はい、もちろんお酒を買うところは何ですか。酒屋です。居酒屋。居酒屋はそこで飲むんですね。酒屋は買って家で飲むんですね。はい、いろんな屋がありましたね。じゃあ次行きますか。そうです、次行きましょう。はい、次。じゃあそうだな、私これしたいかな。この「か」「か」ん、この「か」というか、性格、何々、ちょっと待って、そ、2つ目見たね。 OK。 いいよ。はい、これ性格のせいですけど、何々性、はい、
ビシュワナタさん、こんにちは。何々せ、はい、こんな言葉があります。はい、何がありますか？例えば、酸性。酸性？アシッド。はい、はい。例えば、女の人は何ですか？あ、男性、女性、いいですね。はい。女性。はい、酸性。あ、そうです、ね。あとはね、酸性じゃない、酸性じゃないのは中性と言いますね。中性。それから、アルカリ性。アルカリ性。リ性全然知りません。ちょっと難しい言葉ですね。ガタカナ。そうですね。性、何かの性質、コンディションとかステートを表しますね。酸性はアシディックコンディションですよね。女性とか男性は男の人という女の人というコンディションですね。それから性格。性格はもちろん、はい、いいですよ。はい、性格ね、最後じゃないけどね。はい、性格がありますね。それから、何々性、例えば積極性、消極性、こういうね、コンディションを表しますね。積極性、消極性、はい。何かの状態を表しますね。はい、じゃあ次行きましょう。私次これやりたいから、これかをやりますか。かこれ何かになることです。何かになること、かを使います。はい、この漢字使ったことある？あ、はいはい、もちろんです。もちろんケミストリーね。でもこれは頭に使ってるけどね、ケミストリー、科学と言いますね。はい、でもケミストリーって何ですかって言ったら、変わることだよね。変わること。はい、文化できましたね。はい、他には何がありますか、アルマドさん。あ、でも漢字は違いますね、先生。OK。あのね、アルマンドさんが今ちょっとか見てるのはね、ちょっと見てくれるかな。今画面の打ってみて、自分でも打ってみたらちょっと形が違うでしょ。で、化身、ワニさん、いいですね。そうですね。はい、自分でコンピューターで打った時と形がちょっと違うと思うと思う。見て、本当はね、この線クロスしないの。でもクロスしないですね。そう、でもハロートークだとクロスするよね。で、だからこれはフォントが違うのね。フォントが違う。だから心配しないで。はい、これがシープです。はい、化身、お化粧、はい、何かに変わることですね。はい、じゃあ後ろにつけて何がありますか。例えばね、安住さんのプロジェクトがシリーズになります。シリーズ化と言います。シリーズになるからシリーズ化。はい、子供が少なくなるから少子化と言いますね。はい、じゃあ例えばね、大好きな漫画があります。はい、で漫画がね、例えばアニメになったら、漫画アニメになったら、アニメ化です。アニメ化、ワニさん正解。はい、じゃあアニメになった後、小説になったら、小説家です。はい、小説になった後、映画になったら、映画化です。でも、はい、意味は何ですか、先生。Novelized. Filmed.
make a product. The story becomes animation. Animation product or then become more novel, become a film. はい。何かに変わること。はい。その通りになるということですね。素晴らしいです。はい。さっきね、すごい少子化の後、劣化というのが出ましたね。劣化というのは何かが悪くなること。劣化と言いますね。じゃあ変わることは何ですか？ In general、変わること。アルマンドさん。変化。その通り。変化。おー。変化と言いますね。変わる。実は変わる変わる変化2つとも変わるという意味の言葉なんですね。はい、よかったですね。はい、というわけで今日は、はい、単語の最後につく漢字の言葉を一緒に勉強しました。はい、変化です。 change、 最後は change という漢字でしたね。はい、よくできました。お、ワニさん上手。近代化、うん、モダンになることね。近代化、産業化というのはインダストリアライズ。基本的にこれ全部 IZ これの IZS or ISE、 はい、例えばマテリアライズ。Well, that's a way to understand it. Yeah, it's really... it's so useful that you know English so well because you can just connect them way easier than other Japanese teachers, man. Oh, you know how much time my teachers sometimes spend just because they cannot say it in English? So it's a huge, huge advantage.